はい、皆さんこんにちは。ODS の堀です。今日はここのはみ肉、まあ浮き輪と言われるところですね。この部分の、取り方を説明します。超腹ペタベルトでどうやって効率的に取るかという。で、ここのところに浮き輪ありますね。肋骨と骨盤の間が、ここに浮き輪がポーンと浮いてます。で、浮いてる人、だいたい脂肪が硬くて、押さえたら結構硬いです。でもこの腹ペタベルトをつけることによって、まず最初に柔らかくなっていく。で、その後から形状記憶というか、どん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 へっこんでいくんですよ。まだ僕は、こうくびれというか、こうへっこんだ部分はないですけど、だいぶ薄くなってきました。細胞あります。細胞が多分常に圧迫して潰れてきてるんでしょうね。水分が少なくなってきてるのかもしれません。はい、これちょっと特別な付け方があります。これいつも下につけてる分厚いやつ、足がないやつですね。分厚いやつ、これは、細いやつで、ここの部分、まあ外内腹斜筋がある横っ腹の部分は結構細いんです。で、細いんで、これだとちょっとこれをつけると骨盤に当たってしまうから、直接こういうふうにグッと入り込まない。で、細い方を、この細い方を、これ下向きです。だからいつもとは逆さまね、下向きでつけます。だからこの ODS のマークが逆になります。で、下からよいしょ、もう一回いきますね。で、腹斜筋の部分、骨にかからないように、こことここ骨にかからないようにグッとお腹をへこまして掛けます。で、ここちゃんと少しだけかかりますけど、なるべく特に、骨盤に引っかからないように、骨盤いくら締めてもこれ以上締まらないですから。で、この大きいやつを、これはもう普通通り、まあ裏も表も関係ないですけど、を肋骨の、まあ溝内、ここなんで、まあ溝内ぐらいにグッとして、で、逆バージョンでちょっと前傾します。グッと、で、お腹を引っ込めて、新しいやり方、こうグッと手を下げた状態、片一方ずつつけていくと、いっぺんこうして、この前教えたのはこうやって固めた状態で急いでつけてくださいでしたけど、最近気づいたのが、こう下ろした時にこっち閉まってますね。こうしたらいいなというの気づきました。はい、とりあえずはここはみ肉浮き輪を取る時には、細い方を下に、本当にこうどんどん柔らかくなっていきますからね。それから多分痩せていくというか細くなっていくと思うんで、皆さんやってみてください。いろいろね、シフトしていった方がいいです。同じところばっかりだったら痒くなるんで。はい、ODS の堀でした。ありがとうございます。